ウルトラ大戦争から長い月日が経った頃、この時代にも運命に翻弄された男がいた。しゃ、もうすぐ完成だな、プレギア。あ、光長官。ええ、このアストラル粒子点火システムが完成したら、我々ウルトラ族が様々な星の生命体と一体化し、共に活動することができます。素晴らしい発想だ。まさに絆をつなぐアイテムだな。どうした？私の戦闘力では宇宙警備隊に入ることができませんでした。物を開発することしかできない自分が情けないです。自分にしかできないことに誇りを持つんだ。それで闇と戦い、宇宙平和に貢献すればいい。光長官。トレギア、戻っていたのか、タロウ。ああ、光の使者としての任務完了。それより聞いたぞ、トレギア、すごいデバイスを開発しているんだって？ああ、これかい。ほう、もうすぐ完成なんだが、絆に関するデータが足りなくてね。私はアーカイブの資料に頼るしかないから。それなら僕の地球での体験談が役に立つよ。宇宙警備隊の隊員として様々な人たちと合流してきたから。それはありがたい。よし、このデバイスに名前を付けよう。そうだな、太陽を抱く勇気あるものという意味で、タイガ、タイガスパークなんてのはどうだ？僕たちの絆の証だ。そうだね、完成したら君にプレゼントするよ。本当か？おっと、任務に戻らないと。またな。じゃあ、光の使者か。そして事件は起こった。光長官が失踪。あなたほどの科学者がなぜ。惑星アーム。光長官。さあ、一緒に光の国に戻りましょう。私はもう長官ではない。私は惑星アーブを守ることができなかった。ウルトラマンキングからこのナイトプレスを授かったというのに、光の使者失格だ。私は滅ぼされた者たちの怨念を身にまとい、この惑星を滅ぼしたボガールを必ず倒す。その姿を。邪魔をするならば前とて斬る。やめて戦うんじゃないんですか。ウルトラマン光は死んだ。今の私は復讐のために生きるハンターナイト剣だ。